大丈夫、大丈夫って、あんたに何がわかる？知ってる？無責任な励ましが一番傷つくんだよ。次頑張ろう。また頑張ればいいじゃん。そんなの頑張らないから苦しんでるんだよ。進まなきゃいけないのは分かってるのに、いくら書いてもダメなんだ。分かってるんだよ。分かってるから、もう何も言わないで。